やはり参加いただく、もう、先生のリストを拝見させていただいたときには、やはり、我々のようなですね、ベンダーの立場で簡単にお会いできないような方がですね、非常にたくさんリストアップされておりましたし、やはり、我々のような業者の立場からするとですね、先生方にお会いをしに、それこそ、遠くまで行って、それこそ一度でですね、先生の面会が叶うこともなかなかございませんので、そういった意味では非常にですね、1回のこの、東京という場に集まっていただく機会を我々としてですね、有益に捉えましてですね、これをチャンスにぜひ皆さんと、交流を持ちたいというところですね、が一番の大きな判断ポイントだったんじゃないかなと思います。まず午前中に3商談させていただいたばかりなんですが、もうすでに、もう絶対にこれを使うんだと言ってくださる、病院長様とこう出会えたというのが、もう非常に大きな成果だったと思います。他のいろいろな、学会などにも参加させていただいているんですが、そういった場と大きく違うのは、参加されるその病院経営者の皆様が非常にリラックスした雰囲気でいろいろとこう話を聞いてくださる、そういう環境ができているので、こちらとしても本当にもう何か言えば、もうきちんとその何て言うか、話を聞く、ポジティブに話を聞いてくださるその体制というのがもうできているというのが、本当にありがたいなと思っています。ってことありましたね。初日ではね、6人の先生、一応半分の3人の先生に一応承諾を得て、一緒に協力をね、今データ取りをしてよく精度を上げようということで、OK もらいました。もう初日からもう本当大喜びでね。今日2日目ですから、昨日だけでもですね、多分ご病院さんとかは、次ですね、お会いしようということで、つながっているかなというふうに思います。お客様側も話す気を持ってご参加いただいているということで、多分実際にやっとアポイントを取って、先方の病院のオフィスでお会いするという時にですね、現業の業務に追われながら、例えば10分15分お時間を頂戴するというよりは、こちらであればもうここに参加するという、身柄としてのコミットメントがある前提でいろいろお話しするという意味で、いろんな突っ込んだご質問もですね、丁寧に各先生方お答えいただくというのは、非常にめったにない機会かなというところで、来年もですね、そういった機会を有効活用させていただこうということを判断させていただいた次第です。